アナソ・ジョボドアナは、南アフリカアバディン出身の陸上競技選手。専門は短距離走で、200メートルの自己ベストは19秒87の元南アフリカ記録保持者。2015年北京世界選手権、男子200メートルの銅メダリスト、2012年ロンドンオリンピック男子200メートルのファイナリストである。8月20歳でロンドンオリンピックに出場すると、 男子200メートル準決勝を20秒27の自己ベストで突破し、この種目では戦後のオリンピック初の南アフリカ人ファイナリストとなった。しかし、決勝では20秒69とタイムを落として8位に終わった。7月、カザンユニバーシアードに出場すると、男子100メートルを自己ベストタイの10秒10、男子200メートルを20秒00でそれぞれ制し、 1975年、大会ローマ大会のピエトロ・メンネア以来38年ぶり、史上3人目となる、ショートスプリント2冠を達成した。8月、モスクワ世界選手権に出場すると、男子100メートルは準決勝1組4着で、敗退したが、2003年大会のシャーウィン・ブリーズを、上回る、南アフリカ人最高成績を記録した。 男子200メートルでは準決勝20秒13の自己ベストで突破し、南アフリカ人初のファイナリストになると、決勝では準決勝のタイムに迫る20秒14をマークして6位に入った。2015年北京世界選手権3月28日、テキサスリレーの男子200メートル招待において、追い風参考記録ながら、自身初の19秒台となる19秒87を、 マークした。5月16日に、ケーマン正体の男子200メートルで20秒06の南アフリカ新記録を受立し、2002年にモーネ・ナゲルがマークした20秒11を13年ぶりに更新した。さらに30日のダイヤモンドリーグ、プレフォンテーンクラシック男子200メートルでは、自身の持つ南アフリカ記録を0秒0に更新する20秒04をマークした。 8月、北京世界選手権に出場。男子200メートルの準決勝を20秒01の自己ベストで突破すると、決勝では19秒87の南アフリカ新記録を樹立。アロンソ・エドワードとの3位争いを0秒002差で、静止、ウサイン・ボルト、ジャスティン・ガトリンに次いで銅メダルを獲得した。9月、今シーズンのダイヤモンドリーグ男子200メートルの ツアーチャンピオンの座をかけ、ポイント対象最終レースとなるベルトクラスセチューリッヒに出場。今シーズンは優勝こそできなかったが、2位と3位に入ってポイントを重ね、ポイントトップで最終レースを迎えた。このレースで優勝すれば、自力でツアーチャンピオンになれたが、結果はアロンソ・エドワード、ラシード・ド・ワイヤーに次ぐ20秒24の3位に終わり、 ツアーチャンピオンの座を逃した。8月16日、リオデジャネイロオリンピックの男子200メートル予選に出場。骨盤の怪我のため昨年9月のアフリカ競技大会以来、約11ヶ月ぶりのレースとなったが、結果は20秒53の組4着で予選敗退に終わった。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。の記録は、 当時のモノダイヤモンドリーグの総合成績を記載。獲得ポイント欄のうちは出場した、ポイント対象レースの数を意味する。スプリントエースジョバドアンナイーガーツインプルーブ。イールスポーツ。2015年6月7日閲覧。ジョバドアンナスマシャス200メートルレコード。スポーツ24。2015年6月7日閲覧。ジョバドアンナインプローブス SA レコード。 スポーツ24、2015年6月7日閲覧。レポート、メンエス200メートルファイナル、IAF ワールドチャンピオンシップス、北京2015、国際陸上競技連盟、2015年8月27日閲覧。ノーラックフォージョバドワンナイン、カムバックレース、ザ・シチズン、2016年8月17日閲覧。ありがとうございます。